Hello guys, welcome to the stream, hope you doing fine. If you are enjoying the game, so please do hit the like button and subscribe for more. ここは何かの結界か？どこかに出口はないか？ おや、呼び出したと思ったらひどい有様だな。お前たち、たたり屋か。そうだ。直接会うのは初めてだな。払いや、お前に少し手伝ってほしい。我々のたたりが利用されて土の方が生み出されようとしている。それを何とかしたい。それならお前たちで何とかすればいいだろう。どうしたいが、 これをやったのはお前の知っているやつだ。仮面の男だ。そういうことか。断っても仕方ないか。協力を感謝する。下へ向かえ。そこにいる土蜘蛛を片付けてくれ。内蜘蛛に出すことだけは阻止したい。 目指すんだよね。入ってきたところと同じように光っている場所があるはずだ。そこを目指せ。下に降りるには何かやる必要があるかもしれない。注意深く進もうぜ。
Yoshi, goal da! どういうこと? 危険はなさそうだな 奥に行ってみよう なんだあの猫股の元締めかな? なんだい? 僕たちに用かい? こんなところでまで商売してんのかよ。金ならねえぞ。 山で売ってるのかよ。 この猫、何してるんだろう? ずいぶん気前のいい話だな。お前が猫股を悪く言うなよ。 新しい技を覚えられそうだぞ。ああ、そうか。
そうだな。エースの動きを見ろ。分かった。落ちないように進もうぜ。じゃない？ああ、よくやったな。さて、行くか。よし、次に行こうぜ。
完璧だ。やるじゃねえか。危なかったかな。切り抜けたな。Thank you.
猫がいる。こんなところに猫なんているんだ。どうしたんだい？怯えてるのかな。仕方ない、安全なところに連れて行ってやろうぜ。何が出るかな。これは当たりか。音で敵の注意をそらすことができる札だな。あの時の猫がいるぜ。
元気そうだね。どうしてあんなところにいたの？ここにはいないと思うよ。なんとかここの雲をなんとかすればこいつも。そうだね、しばらくおとなしくしてるんだよ。こいつみたいなのがまだいそうだ。うん、見つけたらここに連れてこようか。注意して進まないと。今度は落ちないように気をつけろよ。もう十分だ。落ちないように進もうぜ。このままじゃ体が持たねえぞ。自分が一番分かってるよ。今度は落ちないように気をつけろよ。足元に注意しろよ。落ちないように進もうぜ。
ちゃんと足元に注意しろよ。よくやったな。助けているようだな。いい心構えだ。頑張れよ。人ごとだね。
した方がいいぞ。またここだ。あの時ダメだと思ったんだけど。まあ死ななかったからいいんじゃねえか。飼い主に会えたらどうするつもり？お前らど敵から隠れたいときは使えそうだな。やり方を工夫しなきゃな。ぶつけてやれ。行くよ。
ここはもういいかな。こんなものかな。でもいいんじゃない？ああ、よくやったな。頑張れよ。人ごとだね。
まだ俺の出番じゃねえよ。 終わったな。 余裕だったか？ そんなことないよ。 そうでもないんだけどね。
注意して進まないと。
平家、あそこ。嫌がった。一旦もめ目集め。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。感じだ。最高だな、相棒。まあね。よし、行くぞ。順調順調。悪いけど眠っていてくれ。完璧だ。やるじゃねえか。
ないぞ。俺のおかげだな。はいはい。切り抜けだな。何が出るかな。これは当たりか。これで敵の動きを止められるぞ。
こういう時に頑張るしかないな。守りを固めろ。ひどい傷だな。大丈夫か。なんとか。動きを見ろ。悪いけど眠っていてくれ。
だな。よく終わらせたな。とっとと突破しようぜ。来たぜ。燃えるな。ちょっと危なかったかな。
それがあれば高いところまで飛べるはずだ。思い出ないんだよね、ここ。倒せばいい。だがついてないぜ。
お兄さんですか。妹さんの容態が良くない。急いでください。興味ないんだね。違う、自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだマリー、このまま行かないでくれ。大丈夫っすか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か、怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。素人な、俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だな。なんだ。
何か来る。喋んな、隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。行けばお前は終わる。そんなどうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。仕方ねえ、まずは付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。指先に神経を集中させて解き放つんだ。
まま攻め続ける。相手の攻撃が守りを固めれば軽減できることがあるじゃねえか。このまま残りを片付けようぜ。済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんた、何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なの？ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。その道を探そう。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後へ近づけ。
とかなったな。随分不格好だけどな。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。ここはまともな状態じゃないぞ。
まれ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、ふん、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。ん？そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリ、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリを頼む。
俺には戸締まりし。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。ここはダメだ。引き返せ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か。使えそうだ。ここ
ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。生まれて霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。なんだろこれ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。
どうなってるかわからん。何？今はいい。先を急げ。何か使えるものがあるかな。何あれ、猫？人がいなくなった。フジヤマートクルー募集中。私たち形代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。珍しいものが売ってるな。キュウリだけ持っていてもな。何か使い道があるのかな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。そこの2階だ。ここ、あんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。
結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって…これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。結界だと？マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。持って数分だ。急げ。さっきの石があるはずだ。探すぞ。
どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。暇はないぞ。なんだ。近いぞ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う。いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。おうぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。流れに囚われていたのか。こういう奴らも大すこそうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい。せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おお、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。
これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだろうな。命が何個あっても足りないな。びっくりした。死んでも落ちるな。ごめん。Sit down, huh?車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。
魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。あそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。水の流れが止まると、そこにはあまたの情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり、奴らを乱す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな、この辺りだと。銭湯か。水がある場所には違いない。中を調べるぞ。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。
嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ、これも汚れのせい。戦うしかないぜ。Fingers, man, nice combos. Ether が足りないぞ。 Ether 結晶体で補給するんだ。ああ、無事に戻れたな。これであのよどみも消えただろう。町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだかな。行くかも。川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況は常に変わってくってことだ。おい、新しい技教えてやろうか。今の状態なら覚えられるはずだぜ。
道はどこに続いてるのやら。楽しいところじゃないだろ。分かってきたじゃねえか。タバコさん、山で売ってるのかよ。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子が見た者に富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持っていってください。
塩せんべい？塩せんべいはあの巨大砲でつなんじゃ。床の間のあごに内輪にお供えすれば必ず姿を現すはずだから。どうも違和感があるな。これって何の跡だろう。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。朝に合わせてやるよ。お家に帰りたいよ。どこにいるんだろう。この家のどこかの箱だ。スタ、見てみろ。床の間がある。この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。するなよ。近寄るな、盗っ人が。座敷わらしは誰にも渡さん。盗っ人竹竹シートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんな奴は印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。ばあさん、やってくれたな。そう怒るな。この子を泣かせると不幸になるぞ。これじゃ家主のじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。
くしかねえな。乗ってきた。見守ってくれそう。そうだな。化け物の相手は疲れるな。まだまだ修行が足りねえな。あんたの相手も疲れるんだよ。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。
悪くない。偉そうに。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。なんだ。使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは悪くない。この感じ近くに何かあるな。何か。いわゆるパワースポットってやつだ。まだ戦えそうだ。タヌキ？何か言ってる？おい、